はい、プレボールどうも野球人です。巨人大勢がついに復帰で3位浮上を決める西武記録。今後の勝ちパワーはどうなるということでございまして。はい、今日ですね、巨人、広島との3連戦、3戦目、1勝1敗で迎えていたこのカードでございましたが、まあこの試合前にピッチャー系6選手の入れ替えを敢行。ついにね、この大勢選手が1軍に戻ってきて、復帰登板というところでございました。まあちょっとね、ピンチを迎えてしまったんですが、しっかりと抑えてくれて、見事西武。まあ今後も守護神を務めていくっていうところになってくるんでしょうが、まあそうなると今後の勝ちパターンですよね。まあ今まではバルドナードが抑えをやってくれておりましたが、まあちょっとね、状態も落ちていたんで、まあちょうどいいタイミングではあったんですが、いろいろね、この辺も変わってくるっていうところで、まあ前半は大勢の果たして、後半はね、勝ちパターンの運用っていうところも目を向けていきたいと思います。ではまず、今日の記事から見ていきましょう。はい。巨人が大勢の復活セーブで貯金1。巨人の守護神大勢投手が30日に主要選手登録され、同日の広島戦に6番手として登板。安打と連続四球で2アウト満塁のピンチを招くも、無失点で切り抜け、今季8セーブ目をマーク。3対2投わずが1点リードで迎えた9回、久々のマウンドへ向かった。1軍での登板は右肩に違和感を訴え、緊急降板となった5月3日の阪神戦以来58日ぶり、小林とのバッテリーとなった。すると、最初に打席を迎えた石原を初球の156キロで、レフトフライに仕留め、ワンアウト。続く代打、初期は初球159キロの後、一度は2球目の158キロでファーストゴロに打ち取ったものの、広島のリクエストによる審判団のリプレイ検証で判定が覆り安打となった。それでも秋山は157キロ、156キロ、158キロで3球三振、2アウト1塁までこぎつけた。しかし、ここからの間、上本を連続四球で塁に出し、2アウト満塁、打席に4番、琴野という痺れる場面を迎えた。それでも体勢はひるまない、157キロ、157キロ、156キロ、158キロで、最後はキャッチャーファールフライ、結局投じた19球すべてが、150キロ台後半の直球という内容で無失点に抑え、4月27日の DeNA 戦以来64日ぶりとなる今季8セーブ目を挙げているということになっております。はい、というわけでまあね、本当に今日接戦でございました。初回に3点先制して、まあそこからピッチャーをね、繋いでというところで最後彼に回ってきていたシチュエーションでございましたが、まあ本当で、ね、2アウト満塁1打逆転というところで、まあなんとかね、抑えてくれておりました。まあちょっとね、今日は荒れ気味ではあったんですが、まあでも球威っていうのはやはり間違いありませんし、まあ今後ね、変化球とか織り交ぜていくと、もっともっと楽にね、抑えられる場面の方が多いんじゃないかなっていうところもございます。まあやっぱ巨人にとってね、本当大きな復活になったんじゃないかなっていうところでございますが、では改めてその大勢選手どういう選手かで成績かっていうところもね、含めおさらいしていきましょう。はい、では見ていきましょう。大勢プロ3年目、出身地は兵庫、1999年、6月29日生まれ、25歳、181cm、92キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ち。2021年ドラフト1位指名、今季の年俸は5600万円、アベレージが約155キロ、球種がスライダースプリットなどを投げます。1年目から開幕守護神の座を射止めると、開幕後も圧倒的な成績を残し続け、最終的に新人歴代最多タイ記録となる37セーブをマークし、新人王も受賞。さらに昨年の第5回 WBC 日本代表にも選出され、リリーフとして4試合に登板、世界一にも貢献。しかしシーズンでは故障もあり、前年を下回る27試合の登板にとどまり、満足な活躍には至りませんでした。そして今シーズンはキャンプで足を痛めておりまして、出遅れておりましたが、それでもオープン戦終盤に1軍に合流していたということでございます。はい、この大勢選手、ドライチ入ってきて1年目からクローザー、57試合で1勝3敗8ホールド、37セーブ 57.0 イニングで防御率 2.05 と、まあ抜群のね、成績を残して WBC 日本代表にも選出。まあただね、その影響もあって、昨年は27試合3勝0敗1ホールド14セーブ 26.0 イニングで防御率 4.50 と、まあ故障もあってややね、状態を落としておりました。まあそういう中で迎えていた3年目の今シーズン、怪我で出遅れてしまっていたんですが、オープン戦最終盤に合流して2試合で 2.0 イニング防御率 4.50 と、まあ復帰登板はね、失点したんですが、まあただ最終登板を無事無失点で終えて、開幕守護神で今シーズンを迎えておりました。まあもしかしたらね、彼が間に合わない、最後外れるんじゃないかっていうところもあったんですが、まあなんとか間に合わせてきたということになっております。ではそんな大勢選手、ここまでの成績はというところ、しっかりと月別荘で見ていきましょう。はい、では今シーズンの成績ですね、見ていきましょう。大勢の今シーズンの成績、まずは3月、開幕からですね、10登板で9イニング0勝1敗7セーブ、防御率 1.00、 奪三振率 12.00 で KBB が 6.00、 ウィップが 0.89 と、まあ若干ね、不安で始まっていたシーズンでございましたが、しっかりと抑えのね、役割っていうのを務めてくれておりました。まあ三振もね、かなり取れておりましたし、フォアボールも少なく、まあ去年よりね、確実にいい状態だっていうところはあったんですよね。まあただ5月ですよね、1登板で 0.2 イニング
ニング、防御率が 13.50 と、ここまで状態がね良かった大勢選手でありましたが、まあただ5月3日の阪神戦、ここで負傷降板、どうやら肩をね痛めたっていうところでございまして、翌日2軍降格というところになっております。まあ検査してね異常とかはなく最短で戻ってくるんじゃないかっていう話もありましたが、まあそっからねじっくりとリハビリがついておりまして、で復帰したのが6月に入ってからでございます。で2軍戦ね復帰後は3登板で3イニング1セーブ、防御率 0.00 で奪三振率 15.00、 ウィップ 0.33 と、まあ3登板ね問題なくしっかりと投げれておりまして、連投テストもクリア、まあ7月の頭からね上がってくるんじゃないかってところも言われておりましたが、まあただちょっとねバルドナードが2連投で2試合ともね点を取られてしまったっていうところもありましたんで、まあちょっとね苦しいっていうところもあったんで、1日2日早く6月30日ですね、今日1軍に昇格、ようやく彼が戻ってきてくれたというところになっております。でそういう中で6月発送番でございましたが、1登板で1イニング1セーブ、防御率 0.00 と、まあ、フォアボールをね2つ出してしまいましたが、まあなんとかね2アウト満塁のピンチを抑えて久々のセーブ、まあこの辺はピンチを作ってもさすがというところでありました。で経年見ていくと、1軍では12登板で 10.2 イニング0勝1敗、初セーブ防御率 1.69、 奪三振率 10.59、 予縮率が 3.38、 KBB が 3.25、 ウィップ 1.31、 はい、まあねやっぱ素晴らしい成績ではありますし、まあとにかく三振が取れるクローザー、ここが1枚ね戻ってきたっていうのはめちゃくちゃでかいんじゃないかなというところでありますし、まあようやくね本当こう頼れる守護神が帰還してくれたなというところではないでしょうか。まあやっぱ彼がいない間、いろんな選手がいろんなね役割をこなしてくれておりまして、本当よくやってくれていたんですが、まあそれも苦しくなってきていた中で戻ってきたっていうところでございます。まあ怪我で離脱していたっていうところはですね、まあイコールまだまだね今シーズン元気っていうところもありますし、まあ逆を返せばここからフル回転で働いてくれる可能性もね大いにあるんじゃないかというところもございますんで、まあ本当この辺は楽しみで、そんなね大勢選手が帰ってきた巨人でございますが、まあ今後の巨人の勝ちパターンっていうところ、まあやっぱ彼がね抑えに戻ってくることによっていろいろとその辺も変わってくるとは思いますんで、しっかりと見ていきましょう。はい、では巨人のリリーフっていうところで見ていきましょう。巨人の今季一軍リリーフ投手席、今ね一軍にいるピッチャーを見ていくと、まずはバルドナード、彼がですねしっかりと投げておりまして、32登板 30.1 イニング1勝3敗、12ホールド、9セーブ、防御率 2.97 と、まあ大勢選手がいない間抑えを止めてくれておりました。まあただね打ち込まれることも多くなっておりまして、防御率は3点台間近、まあただしっかり三振も取れてね、フォアボールも直近はあまり出ておりませんでしたんで、スタッツは悪くない。で船場様、高梨、この2人がね26登板ともに防御率2点台前半ということになっております。まあ右と左うまいことねワンポイントで起用がついているこの2人でございますが、まあやっぱね要所要所でいい働きをしてくれております。でその次にケラー、泉、平内、まあこの辺もねしっかりと投げてくれておりまして、ケラーが23登板 20.1 イニングで0勝1敗、5ホールド、防御率 2.21 と、まあなかなかね序列が上がっていなかったケラーでございましたが、ここ数試合は勝ちパターンで使っておりまして、今日もね8回を無失点で抑えてくれておりました。まあちょっとね一発を打たれてしまうっていうところはあるんですが、やはり球の威力は抜群、奪三振率も高いですし、まあ勝ちパターンでね今後も使っていくんじゃないかなという選手でございます。で泉選手が20登板で 18.1 イニングで3ホールド、1セーブで防御率 0.49 と、で平内選手も11登板で13イニング1勝0敗、防御率 0.69、 まあ泉平内この2人もね勝ちパターンではないんですが、しっかりと結果を残し続けております。でそしてね今日上がってきたのが3人、大勢、中川、畑と、まあ、大勢選手は先ほど見た通り12登板で防御率 1.69 と、まあ、頼もしい守護神が返ってきてくれております。で中川選手がここまで9登板7イニングで0勝2敗、5ホールド、防御率 9.00 と、まあ、今日もね失点してしまっておりまして、まあ、今後ねどうやって使っていくんだろうというところはあります。で畑選手が登板なしというところで、まあ多分ね彼もビハインドでの登板になってくるとは思うんですが、楽しみな選手で、大勢、中川、畑、この3人が上がってきて、今日の甲子園は西舘、赤星、また木の3人がね抹消されております。まあなんで現状ロング枠がねとりあえずいなくなっているっていうところでございますが、まあなんでいよいよねこうリリーバー中心にいろいろブルペンが整理されているんじゃないかなというところはあります。で今後ですねどうやって彼らを起用していくかというところでありますが、まあやはりね抑えは当然大勢選手、まあこれは当然でしょう。今日みたいにセーブシチュエーションでしっかりとね投げさせるというところではないでしょうか。でそして気になるのは大勢につなぐ勝ちパターンですよね。まあ7回8回、まあここ誰が投げるのかと言いますと、まあやっぱね高梨、バルドナード2人の左、そしてまあ右の船場様、ケラー、この4人をですねやはりうまく運用して、まあ、勝っている同点の時にね使っていくっていうの
のが一番いいんじゃないかなというふうに思います。まあ多分ね、安倍さんの構想的にはここにプラス中川選手ってとこではあるんでしょうが、やっぱ今日の登板見ているとね、不安なところもありますし、まあ正直もうちょっとね、楽な場面で投げさせてあげたいってところはありますんで、個人的にはやっぱね、この4人中心で回していった方がいいんじゃないかなというふうに思います。でまあ中川選手がね、しっかりと状態上げていくようでありましたらここに入れてもいいですし、まああとは泉選手もね、ずっと結果を出しておりますんで、彼らのね、誰かしら落ちてきたらそこと入れ替えっていう感じも全然いいんじゃないかなというふうに思いますが、まあ個人的な理想で言うと、この4人から大勢につなぐ、そうすればね、やっぱこう安定した勝ちパターンというのが形成できていくんじゃないかなっていうところでございますんで、まあ今後ね、どうやってブルペンを運用していくかっていうところも一個ね、シーズン後半に向けて注目かなというところでございます。はい、じゃあ今日は以上ですね。最後ネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。バルナードはよく頑張ってくれたよ、大勢見てるとやっぱレベル違うなって感じるわ、おかえり大勢ということで、はい、そうですね、まあやっぱ本当にね、バルナードここまで大学抑えをね務めてくれておりまして、よくやってくれておりました。まあちょっとね、交流戦ぐらいから怪しくなってきておりまして、まあ昨日一昨日と点を取られていたっていうところもあったんで、まあ本当にね、いいタイミングで大勢が戻ってきてくれたのかなというふうに思います。でまあやっぱ今後はね、先ほども言った通りリフレッシュさせるかっていうよりも、投げてる球はねやっぱ悪くはないと思うんですよね、直近に関しては。まあしっかりとね、指標もいいので、まあ7回8回この辺をねしっかりと投げてほしいなっていうところはありますし、まあ今までは抑えバルドナード、まあこの選択肢しかなかったわけでございますが、まあリリーフに回ったことで、まあバルドナード左っていうところもありますし、まあやっぱ彼がね中に回ってくれるっていうところで、本当起用の幅っていうのも広がると思うんですよね。まあ今後もね、疲れもあるんじゃないかなというふうに思いますが、まあまだまだねやってもらわないと困るというところはありますし、今後は体制につなぐ役割っていうところ、そこをねしてほしいですし、でさらに体制に関してもね、まあ今日ちょっと荒れ気味でありましたから、まあ次回以降はね、ポンポンと3人で抑えれるようなピッチングが増えてくればなというところであります。まあ彼もね、うがうがしてるとまたバルドナードに抑えをね捉える心配っていうのもありますし、でもっと言うとやっぱ怪我、ここの心配もね当然突き戻ってくる。まあ今シーズンはもうね怪我なく走り切ってほしいなというところはありますし、まあやっぱね、もう彼も3年目、毎度毎度ね故障しているようでは当然ダメな立場でもありますし、彼がいないことでやっぱグッとね戦力も下がってしまいますんで、戻ってきたからにはね、ほんとこう頼みますよというところになっております。で一方こちら見ていきましょう。大勢中川が帰ってきて西舘は真正、今後はどうやって調整していくんだろうかということで、はい、で一方でですね、まあ大勢選手、中川選手、今日ね2人戻ってきておりまして、であと畑選手も登録で、その影響で西舘選手が真正ということになっております。でやっぱね、明らかに良くない時期っていうのがついておりましたし、指標もねピリッとしないで、この間もねフォアボール1つ出して降板っていうところでありましたから、まあやっぱね、大勢選手が戻ってきて入れ替えっていうのは規定路線だったのかなというふうに思います。まあよくやってくれてはいたんですが、やっぱ今のね状態では1軍に置いていても意味がないっていうところはありますし、まあしっかりと2軍でね調整してほしいなというところであります。でまあただですね、一方どうやって調整していくかっていうのは一個ね気になる点でありまして、まあ今まではリリーフ調整でありましたが、まあ下の先発見ていくとね、そこまで豊富ではないっていう状況もあります。まあそういうところを考えていくと、まあ先発調整でもいいんじゃないかっていう声もあります。まあただやっぱ今シーズンを考えるとね、しっかりとリリーフで調整してきて、またシーズンのね後半に1軍に戻ってきてもらって力になってもらうっていうね線も全然あるのかなというふうに思いますし、まあ将来的には先発ってところではあるんですが、まあでもやっぱ今の彼がね先発に回って一軍でバリバリやれるかっていうと厳しいところはねあるんじゃないかなっていうのもございますんで、まあそうであればそっちのね調整でもいいんじゃないかなっていうところもあるんですが、まあこの辺阿部監督、まあ桑田二軍監督とどう考えているのかっていうところ、まあ大勢中川が戻ってきたことはねいいんですが、まあドラフト1位ルーキー西舘の今後のまあ調整起用法にも目が離せるところかなというふうに感じます。はい、では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。